こんにちは。私、青龍音色と申します。皆様からは弁財天と呼んでいただいていますが、どちらでも好きな方で呼んでください。せっかくの機会なので自己紹介を少しだけさせてもらいますね。私の特技は美しいものを作り出すことなんです。美しい音楽や自然、建築物、料理、絵画などどんなものでもお任せください。そんな私が好きなものは水。その中でも川が大好きで、美しい川を見ているとたくさんのお魚や水のせせらぎに心が癒されます。また川では日常で受けてしまったさまざまな汚れを洗い流すことができるのもいいところだと思います。特に最近の世界では簡単に世界中の方と交流ができるようになって、美しいものを簡単に見ることができるようになった反面、辛いことや苦しいことに直面することも多くなり、汚れをたくさん受けてしまう方も多いと聞きます。そんな時には私があなた様にお力をお貸しいたしますので、遠慮なくおっしゃってください。あ、そうそう、話は変わりますが、私お祭りが大好きで、祭り囃子を聞くとワクワクしていても立ってもいられなくなっちゃうんです。美しい花火が夜空を彩って、皆さんが笑顔で音頭を踊られる姿を見ると、これ以上に美しいものはないなと思います。お祭りには世界の美しさが凝縮されているように感じますね。今度一緒にお祭りに行きませんか？金魚すくいで対決しましょう。今日は最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いいたします。あなた様の望みを私にお聞かせください。私の奏でる琵琶の音色に乗せて、必ずその願い叶えて差し上げましょう。あ、でもあまりにも大きな願いは身を崩してしまう危険性があるので気をつけてくださいね。